我が剣は忠義の刃、我が砲火は栄光の光、輝けロイヤルセイバー。くー、恥ずかしい。でもかっこいいわね。指揮官、ロイヤルセイバーフラッシュ。あれ、もう敵はいない？私今とんでもなく痛く見られてない？技名は恥ずかしいからやっぱりなし。よっしゃー、ヴァンガードの勝ちだ。我が勝利は指揮官の勝利を褒めたたえよう。しまった、心の声が。通販で買ったものが届いた？いやいや、これはその、別に大したものじゃなくて、あ、ほら、かわいい漫画でしょ？何なりとおっしゃってください、ご主人様。さっきから思ってたけど、この服を私に着せるなんて、かなり悪趣味じゃない？ほら、メイド隊の真似事をするなんて、そんなの無理に決まってるじゃない。服は可愛いのに。ご主人様、何でしょう？様になっているって、嫌味のつもり？掃除とか本当は苦手だし、ご飯もろくに作れないし、そんな私がメイドをやっても意味なんてある？うわ、まさか、変なこと考えてるんじゃないでしょうね。指輪のちぎりにより、ヴァンガードの剣、そして命を、永久に指揮官に捧げることを誓おう！むっしゃー。ちょっと楽にしてもいいかな。指揮官の前で、いつまでも堅苦しくしててもしょうがないと思って。指揮官のご帰還だ。各員、戦闘の振り返りに修理補給を。指揮官、私に任せてしばしお休みを。この剣はロイヤルと指揮官の栄光のためにあり、この絵騎士として指揮官の安全と補佐の任をしっかり全うしよう。どんなことでもお任せを。騎士のなすべきことは常に心がけているから。今、誇らしき指揮官を守るのは、このヴァンガード。この任は、誰にも譲ったりはしない！優雅に。華麗にボコったわよ！えへん！